はい、皆さんこんにちは、Mスタでございます。本日はゴールデンウィーク3日目ということで、天候も晴れということで、島根県奥出雲町にある、鬼の下古というところにね、行ってみたいと思います。もちろん写真を撮りに行ってみたいと思います。まあ結構綺麗なところなので、景色が綺麗なんですよね。いい写真が撮れるんじゃないかなと思っております。はい、それでは行ってみたいと思います。こういうね、広大なところを撮るにはね、広角レンズが必要ですね。ちょっと今僕が持ってるそのレンズでちょっとね、役不足というか、いまいちでしたね、写真がね。結構撮っては消して、撮っては消してしてましたね。まあいい写真が正直撮れなかったですね。まあ次は広角レンズをもうガシッと買ってリベンジしたいと思います。
まいりましたけども、ちょっとね言い訳させてください。行った時間が遅かった。着いたのが5時です。もう暗いよね、普通に考えて。ちょっとね、もうちょっと早く行っとけばね、よかったと思うんですけどもね。あとね、天気が悪かった。行く前はね、晴れてたんですけども、ちょっと着いたら曇りになってまして、あれねって言って、マジかって思って。あとこう、画角がね、もうちょっと必要ですね。バーンともう広く撮りたいんですよ。なので何回も言うんですけども、広角レンズがね必要ですね。絶対来月買おう。はい、まあ、あとね、その鬼の下部に行く途中でもう結構綺麗なところ、場所がありまして、ちょっと撮影したいなと思いまして、今度はね、そこも撮影しようかなと思いました。道中がね、こんな感じでね、結構ちょっと今曇りなんであれなんですけども、いい感じなんですよね。撮影しがいがある、撮影しがいがあると思います。あと夕日も期待したんですけど、夕日も今日出ないね、これ。はい、まあ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 ね、まあいい写真は撮れなかったんですけども、まあ面白ければ高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。 M スタでした。それじゃあ。